皆さんこんにちは。フォルクスワーゲン札幌東セールスの国分です。今年2020年最後の YouTube となりました。今年も1年見てくださった皆様ありがとうございます。今日はまた3人で YouTube を撮りまして、今年の反省と来年の抱負を言っていこうと思います。はい、どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。今年は YouTube で新たなことにチャレンジする1年だったと思います。まあ、今まで車の紹介しかしてこなかったのを、市場に行ったり市川さんとクレープ食べに行ったりで、まあ、もっと再生回数を伸ばしたりすることを来年は目標にして、もっと面白い YouTube を作っていこうと思います。イエーイ。はいはいはい。我慢の年でした。いっぱい我慢しました。社会人2年目、成長した気がします。はい、ありがとう。来年は多分、ね、状況がガラッと変わるわけでもないし、私たちも3年目になるだけなんですけど、もっともっといろんなことを吸収して、もっと一人でできることを増やしていけたらなと思います。以上。はいはいはい。20年の年でしょ。まあ、20年の年ね。そうデビューした年なんです。そうだね、成長はしました。去年私のお客さんで、去年も買ってくださって今年も買ってくださったお客様がいらっしゃって、その方からもう直々にちょっと去年は危なっかしかったけど今年は成長したねみたいな言われたので、まあ、来年は2021年はもっともう新人の部類でもなくなってくるとは思うので頑張ります。はいはい。2020年のお店のお休みが12月28日から1月の6日までお店がお休みになります。はい、27日はお店は営業してますが、サービス工場は一応27からお休みになっておりますので、もし何かございましたらこちらエマージェンシーアシスタンスの方にご連絡をお願いします。7日からの営業になりますので初売りも開催します。はい。でこれ見せてもじゃじゃ菅野美穂さんです。菅野美穂さんです。以上。一応お年玉企画いや抽選でプレゼントなどたくさんの企画を来年もしておりますので、はい、まあ一応新春特別企画でサービスの内容でもバッテリー交換、タイヤ交換、キーの電池交換がすごいお得になりますので、ぜひ気になる方はお店の方までお問い合わせください。こちらの番号にご連絡をお願いします。T ロックめっちゃいいよね。ね、T ロックね、すごいチラッと見てますね。チラッ、さっき結構でかいでかさ出してたけど一時停止かけピコってなって、はい、あの試乗車も T ロックはご用意しておりますし、今展示車なんと3台ございますので、はい、来年もぜひフォルクスワーゲン札幌東まで足を運びくださいませ。では2020年ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お願いします。